行きます。行きます。さあ、そして中世3回コード、モコと申します。アリーナの方ですね、グランプリ、ちょっとまだ僕、決勝進出、決勝じゃない、ラウンド2進出できてないので、やっていこうかなと。で、まあ、ぶっちゃけもう、ロイヤルとか、美少とか使えば、楽勝できると思うんですよ。そんな中で、やはりね、こういう環境は、せっかく、ね、別に負けても MP 減るわけじゃないんで、やっぱ普段使わないデッキを使っていきたいなと思って、今回は、モルディカイ式、いわゆるまあ、リアニメドネクロですね。リアニメドネクロでいこうと思います。まあ、基本的にもう常闇とか、ディルグレじゃねえわ、陰鬱からモルディカイもしくはプロトバハームと早々して、シルの使えてキルドウェンで持ってくると。やっぱちょっと高コストに手札が偏った事故ることがあるので、それだけはちょっと怖いなって感じですね。はい。とりあえず一戦目行ってみましょう。さあ、マッチングしました。安幸くんよろしく。先行。さあ、ビショップはね、意外と今ね、モルディカイは、これ、返します。ちょっと事故るんで。いや、1枚キープするか。ごめん、1枚キープするわ。フェリー。まあ、いいですね。まあ、10ターン目まで行って、モルディカイフェリーみたいな。でも、OTK 決めてもいいし、序盤だから殴っていく必要ってあまりなくて。このデッキは。で、あと、その、鉄槌の僧侶等の消滅カードが今そこまで入んないんですよね。実質法典だけみたいな。結構だって落ちたよな。クパツの審判者とかも落ちたし、消滅があまりない。財布の地図は何デッキだ、こいつ。何財布の地図って。え、レディグレーからでいいよな。さあ、ここは次のターンフランかな。フランで3、1並べてみたいな。ここに方程切るんだ。フランで重木チョイスできます。はい、白竜行員。ちょっと待って、この人、どんなデッキだこれ。ガチのビギナー、ガチのビギナー安行き。嘘やろ。お前、シャドーバースってやつをお兄さんが教えてやろうか。ガチビギナーなんじゃね。アミュレットばっかだな。なんかそういうコンセプトデッキなんか、これどういうデッキや、マジで。さあ、漆黒の魔鳥で5、4を取らないんだ。5、4取んないのちょっと怖くね、それ。おっと、尻の使い手。フランから呪いチョイスで、まあ4-2バチコリ抑えて、で5、4はもう進化で飛びましょう。ガチの初心者なのか、それとも何かその実はすごいコンセプトがあるデッキなのか。これなんだっけ、手札3枚だと戻るんだっけ。連鎖する雷みたいなカードやね、これね。精霊、はあ、まあなんかしの、え、なんかしな、結構そのデッキのシナジーはガルラか。わかった、これガルラなんじゃね？キューコスの。これガルラですよね。夜空に願いを込めて。取っていくけど、これ結局ツイートが復活するから、5点パンチは確定していく。だ次66が開く感じやな。いや、絶対ガルラだ。来た、常闇の袋。よし、これでモルディカイ早々してしまって、このトップデッグ何か引きたい。わあ、2枚目のモルディカイか。まあ、顔を行ってどうしようかな。 6PP だったらもうこれフェリーも置いちゃってさ、で44も進化して顔行けば多分取れないでしょ相手。
調子に乗るなよ。じゃあゼロと投げとこう。フラン進化よりもまあヘルス体力4を量産した方がガルラっぽいなこれ。だからプリズムスイング、おっと政治士カード。ただもちろんここは復活していく。そして体力の白竜がしっかりと進化を切り44を抑える。内気なるメアリー、はい勝ちですね。はい3点残る、3点5点か。ありがとうございました。まあガルラ見てみたかったけど、マッシングしました。さあ2戦目はエルフ。さあ先行。てか今のシャドウバス本当先行ゲーすぎるのよくねえと思うわ。うん、とりあえずこれでいきます。もうお前マリアンの意味ねえじゃねえかよバカが。うわー、ゴープントがエクソガード出てきたぞ。これニコス2に頼む。ニコス2に引いていく。まさに運だけ男。これによってスカルリングのバリューもねしっかり上がっていくんで。あー歴戦の縮小。なるほど、よし、これはまあもう順当にスカルリングを置いていく感じな。うん、もう基本カゴを殴る必要ないんで、しかもどうせアグロエルフでしょ相手。アグロエルフだったら呪われた忠誠をなんか細かいフォロワーに使ってもそんな怒られない気がする。フェアリーイースから OK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 。 岩が来なかったのはかなりありがたい。一応これ事前処理できるな。ディルグレイ、ディル&グレイ、これマジで強い。所詮はこれ全部処理に行きます。炎は消える。うん、ごめん全処理別にできねえな。できるけどちょっと変な形になりますよね。ここは使用術師フラン&レフス。うん、で次レディグレー進化でドレインしながらフラン出していく感じにしましょうか。レディグレーにどんだけ進化切れるかやな。でもレディグレーってカードローテだとあんま見ないと思うんですけど、ってかネクロマンサー自体見ないから。ただカードパワーがもうマジで気違いで、今のそのアンリミテッドネクロだともう必ず3枚入るっていう、もうめちゃめちゃ強いカードになってますね。なんか6ターン目にレディグレー進化からの骨の機構を知ってる動きがもうマジで強いらしい。それだけで0番面からその骨の機構士サンタにかけられるから、それだけじゃなくてこいつは進化時でしっかり参考になる上にドレインついてるっていうのが意味のわからんカードっていう風に評価されてますね。はい、今日も森は平穏ね。うん、これさぁ、常闇の袋を引いたか。一番出て欲しくないの出やがったが、とりあえずレディグレー進化で良さげっすね。でしっかりお前外ればっかじゃんさっきからこのバカが。重木の突進いけると思ったけどリアニメイトしなきゃダメなんだよねこれ。もう一発な。だったらレディグレーもう一発入れるか出すか。でこれにちょっと処理共有させよう。うん、処理を共有させる動きでいこう。今んとこ常闇でもよかったかもしれないですね。常闇でレディグレ操作してみたいな。いやーちょっとまだ使いダメだ、使いこなせてないネクロマンサーというデッキを。さあ主張する主張主張。お迎えが来たようね。さあ盤面に向かわしていく。わあこれなー、せめてどっちかベレネスが出てくれればな、全然違ったのにさ、あっさりしょられんじゃん。
もちろんレディグレーは脅威となので勝利。そして2一も背負っていく。なんか、おお、蹴りどいいな。蹴りどいいけど、次一応フランで二面処理までいける。あとはモルディカイ引けば8ターン目常闇モルディカイ曹操からのクオンの飛躍。ですかね。ちょっとやっぱリアニメあのスカルウィングとかあのレディグレイのあれがな、まあイピリア置かれる分にはそこまで脅威ではないと僕は思っています。はい。で重木突進させます。で顔を詰めると、これだと多分相手盤面にも付き合わなきゃいけないと思うんで、まあ、イピリア殴って体育で戻してみたいな、でもう一回イピリアみたいな。まだコスト2以下のフォロワーしか消されてない。ちょっと待ってインウスの白術師がすでに4体もう亡くなりになってる。さあ羽虫リーフマン、なるほどね。ケリドウェン2体目、これあれだよね、能力によって受けるダメージがゼロになってんだよな。ただ破壊は有効になるから、ちょっとこれこのターン難しいかもしれない。これはちょっと待ってな、これで15区でとりあえず64は倒して、フランで15区で突進、で盤面一体押さえて、あとは全部顔いくか。ちょっとあ降参してきた。 OK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  ありがとうございました。ちょっとプレイに一貫性がなかったなって感じるけど、まあ重木がかなり強かった。モルディカイちょっと早く活躍させたいですね。勝てないわ。ビショップマッチングしました。ビギナーランクって書いてるけど、まあどうなんすかね、結構アリーナやってる人の ビギナーってなんか別に、あーこれはプロトバハムと早々がかなりいけそうだな。なんか2ピックとかでさ、このビギナーって書いてる人ってさ別にビギナーじゃないよね、サブアカみたいな。デッキガチだもん普通に。お悪くねえ。プロトシャドーバースもう早期早々しちゃうか。のれえな、打ち込み100回じゃねえブスが。お前プロトシャドーバースもちょっと墓地に送るわ。いいね。うわ、しょってくる。これ天狗あるな、天狗持ってんな。とりあえずスカルリングからしっかりと入っていく。レディグレーでもよかったかもしれないですけど、
結局11が残るだけなんで、ここで天候からても、うん、そうっすね。どうやってこれ対応していこうかな。アミュレットをね、破壊する手段が僕のデッキの中には入っていないんだよ。ベレヌス薬剤の使用進化は、薬剤の使用進化で圧かけるか。この辺って意外と多分天候耐性あるよな。アンリミットと特にその骨の貴公子がおるから、その場残りしまくるせいで、顔に打点が飛ばないとか、そういうのでうまいことかわせるっぽいんですよね。だからそれをちょっと今疑似的にやっていくしかない。スカルリングで1個減る分考えても、この54と11が取られた場合はちょうどネクロマンス足りて最後の使用が次の段も復活しますね。するよね。うん。ケルネイヤ、ケルネイヤは進化を切らないと、いや進化切ってもやな。あーでもただケルネイヤ進化して54ぶつけて4点がうまいこと右に全部当たるとちょっと寒いことになるな。うん、だからそれですね、一番ゴミなのは。これ骨に一発いってくれればお願い、頼むぞ頼むぞ、もう一発もう一発、左、ナイスーナイスそうそうそう、これでちょうど進化するわけですよ。さらにリアニメイティング、ばっくりと顔を詰めて、レディグレイにしっかりとした進化権を投じていく。で、呪われし中性で56をしばき倒せば、どうだこれで。まあ、レディグレイはやっぱおかしい。うん、進化時墓地プラス1っていう効果も負けてついてるからね、これ。リアニメートしてドレインして、進化スタッツが2になって、もともとスタッツが1、3でみたいな。え、お前マジで、え、お前それ何、ま、お前諦めたのか。いや、そういうわけじゃないな。薬剤の使用がこのターンももちろん復活していく。フランもう薬剤はもう無条件で僕顔に行くっていう確固たるこだわりがありますので、難しいなぁ。ちょっとハンドがね、薄いって感じしますけど、あの66はさすがに処理した方が良さげなんだよなぁ。フランの呪い、そしてレディグレイ進化、盤面増やし、なんで毎回のようにお前21出るんじゃ。でこれで取って顔にぶち当てていく。あとはもうモルディカイ引けばって感じやな。あとはもうモルディカイ。ただやっぱ天候に対してこの薬産師匠っていうカードがかなり厚になってるっていうのが、ペガサス・デュラハン、あ、これそんなに強くねえな。
ペガサス・ディラハン、そこまで漆黒の法典で消滅。でもこれ内気のアルミラージ当たんなきゃいけないし、54にももう当たんなきゃいけないでしょ。うん、デュラハン進化と内気で多分取ると思うんだよな。取りますよね。ああ、これだいぶ仕事したわ、本当に厄災で。この43ももう絶対54に行かなきゃいけないから。はお前舐めてるだろこのゲーム。お前オーディール、ブラックスワンオーディール、オーディールで行くか。汚らわしきは黒のポリ。私の手を取って、なぜですか。光に目を奪われない。うまいことね、しょれないんだよね、これがね。なるほど、粛清。お前、ガバガバやん。顔殴ってから。ガバガバやな、君。来たーこれ、プロトバハムートかな。これ、プロバハスね。これ、でも、リーサルだ。そうだ、プロバーの1点で勝ちじゃねえか。オッケー、次勝てば、なんとかこのネクロマンサーで、4勝と、いうことになります。あ、スーテラなんだ。こいつね、攻撃時に1点オールだっけ。修行の成果、お見せします。明らかにメータラの方が強えっていう。いや、あいつファンファーレでカード引くんだな。アンドレ・ア・ルフスにちょっと進化切っていきますか。アンドレ・ア・ルフスに、うん。でここはもう盤面横並びを作っていっていいかなと。はい、で次のドロー次第で早々して、まあ、繋げると。次のターン、最大でこれ3ドローできるんだ。いや、4ドローか。うん、盤面全部しょられても4ドローできるから。さあ、春乱の、絢爛の紡ぎ手、シコルアが出てきて、ドレッシングにされていく。支流引いた。もう進化権切ってもいいけどね。一応見るか。私行くね、フェリー。常闇でこのフェリー。そうそう、でちょっともう一枚見る。状況の時間だな。フラン。そうそうしたいな、早くモルディカへ。レジェンドモルディカイ。おーっと、シャムゲームズとシャマゲームズ。このカード全然見ないっすよね、正直。さあ、いたずらから破壊して、袋を引いてしまって、さあ、相手が最後の進化権を、シャム猫に投じていく。モルディカイがお前引けねえぞ、さっきからマジで。モルディカイ引かせてくれ、頼むから。モルディカイ。モルディカイ引かせろやー。ただちょっとここそんなに焦んない方がいいな、まだ。オディールでもいいんですけど、ちょ、このターン僕進化系もう一発温存するんで、最後の使用。あ、いいっすね。で、こっちをゆっくりやっていこう。ゆっくり付き合っていく、盤面に。どっかでレビオンセーバーサルベールが来んねんけど、
そもそも相手がこの盤面にまず注力していかなきゃいけないから、いや俺も死んでも最後がモルディガイ決めるから、俺44絶対これにこれまた当たるはずなんですよね。ブランシェフェル、さあ46、おお、まあ強えな。上から食って破壊と、モルマジ引けねえ。ワンドロー見ます。ケリド、マジで言ってんのかお前。こうか、進化剣をやたら温存していく。そろそろ引いてくれ、頼むから、そろそろ引け。来い、始めるぞ。鷹城カリドリ、イバラ、あー強えな。フィル、引けお前マジかよ、マジでなあ。さあモルディガイ来た。ごめん、しかも俺さ今ブラックサウディルで取ろうとしたんですよ。取れねえんだよな、ごめん、悪い、すいません。あれですね、イバラがあるとこれホワイトスワンが上からいけねえんだ、しくったわ。まあいいわ、多分なんすか、これ劇薬の方がいいっすよね。うん、で先端劇薬モロディカイで白のスカイでいた方がいい。ちょっとプレイがマジ終わってる。プレイがマジ終わってんだよな。うん、モルディ、刹那、モル、主流で。で、相手も結構盤面多分付き合わなきゃいけないから言うて。唯一怖いのがロキゾウさん。ああ、茨の森を使い回されていく。ショル。伝説の幕開けとかいうカード。いや、これ。これ決まりそうだな。これ決まりそうやな。で、主流の使い。もうどっさりと進化源使って、で、もうこの1-1はもう処理ましょう。もう次絶対モルディカ残る。次モルディカ残れば勝ちなんで。はい。神聖なはずの死を怪我してんのお前だろうが。このフェリーで、3回コードを付与すれば、モルディカイ絶対もう勝ちなんで、それで。うん。あと、フェリーが強いのって2コストだから、手札が、要はもういっぱいあって、早々2回できれば、その、他の8コストでも自由に動けるっていう。
フェリが強いのはそこなんだよ。いや、モルディカイ多分処理なんじゃないかな。ただ、守護立ったとしても、フェリーからの呪われた忠誠とかで、守護をかいかぐりながらモルディカイに3回ぶち込めるんで。おー、来た。レビオンセーバー、サルベール。さあ、レビサル。レビサル2回行動、そして失踪。フェアリー調べ、これ顔に来ますよね。うん、顔ですよね。オッケー、よし、勝ち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 。かなり終始グダグダでしたけど、何度か決まってよかったです。そしてこれと同時に、なんとか、グランプリ A グループ進出でございます。ご視聴ありがとうございました。